両チームのスターティングラインナップです。ホームの金沢 4-4-2 ですが、ゴールキーパー白井、松田、広井、庄司、長峰の4バック、藤村と松本博也のボランチ、右に大石、左に島田、林と杉浦恭平の2トップです。大宮は前節と全く同じ先発です。ゴールキーパー南、茂木、西村、新里、小野の4バック、矢島と大橋のダブルボランチ、右に武田、左に柴山、川田と菊池の2トップです。今度は武田が左足で蹴ってきます。ヘディングシュート、クロスバー直撃、このシーンですね、はい、最初に中に入ってポジション取ってて、まあ、こうボールに対してしっかり合わせにいくヘディングなんですけど、はい、ここ体ぶつけられてもね、ブレずに。藤村からのボール、拾いのところだ、うん、まだ金沢ボール押し込めるか、クリアした大宮、はい、まだこの遠いサイドの広い選手、まあ、この折り返しを、ね、押し込めればっていうところですけど、非常に惜しいシーンですよね。最後は庄司が詰めたんですね、うん、川田下がって受けました、奪い返した、高い位置で奪った大宮、遠目から狙ってきました、武田のシュートでした、はい、このボールはどうだ、うん、もう一度コーナーキックに変わります、はい、このディフェンスラインとキーパーの間のスペースをうまく利用できるか、はい、拾いを狙ったボールを折り返す、こぼれ球には反応できませんでした。長峰から藤村、ゆっくりと上げてきた、ここも拾いを狙ったところ、うん、ナイスキーパー南、広い選手のヘディングもこう勢いよく来たんですけど、この藤村選手このキックですよね、このね、曲げるわけじゃなくて、武田がどんなボールを入れてくるか、ヘディングシュート、うんうん、詰めてった、大宮が先制、はい、変わった選手ですね、ところの予測が変わった選手本当にあって、ここ何も今反応してないんですけど、しっかりこの後ね自分のところに来れば反応してあのゴール奪うことができますので、もうボールも非常に良かったですね。これも西村選手最後まで体張ってね、庄司選手もついてるんですけどね、一瞬でも前に出て触ればっていうところで、こぼれたボールをねしっかり勝田選手反応してますんで、島田のシュート、よっしゃ、南弾きます、拾った松田のクロス、庄司のミドルシュート、うん、リフレッシュって決まった、1対1センターバック庄司のミドルシュート、豊田がメンバーにいない中、タケコプターも出ましたね、やっぱりシュート打たなきゃ入らないと得点を奪えないというところの、まあ、お手本になるような形ですけど、まあ、距離ありましてね、あって前に相手もいたし、あのブロックされてもまたセカンドボール拾えればっていう思いでね打ってると思いますけど、しっかりこう枠に捉えられますんで、いいシュートですよね。で最初のシュートに反応して南選手も飛んでますんで、はい、このリフレクトに対してね反応がやっぱりできなかったですよね。試合時間もあと10分ほどとなりました。仕掛けに行く小島の左足、うん、ヘディングシュート、大宮勝ち越し、中野誠也、中野は今シーズン初ゴール、小島選手が、ね、抜け出しでいい場所にいたんですよね、そこで武田選手とのコンビネーションから、あとは左足個人技で、ね、カットインして、ここも得意な形だと思いますけど、で横にドリブルして相手のライン一度止めて、でその裏のできたスペースに、ね、送り込む、中野選手の飛び込みも非常にタイミングいいですし、まあ、中野選手もともとこういうプレー得意ですからね、はい、相手の見えないところから入ってきて非常にいい得点でしたね。南のキック
です。ここで長いホイッスル、2対1、大宮が今シーズン初の連勝、中野誠也の今シーズン初ゴールで見事勝ち点3を獲得しました。